皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室レッスンの体験会の制約率が高い先生がやっていることベスト3ということについてお話をしたいと思います。私はですね、自分自身の社会人の経験が、どちらかというと営業バタなんですね。事務方ではなく営業バタです。ですので、法人営業も個人営業も両方やっているんですけれども、その人生経験っていうのは、非常に、私の自営になった後、独立した後もですね、とてもとても有利に働いています。っていうのが、結局教室、集客と制約っていう2つのプロセスがあった時にですね、集客はある程度ウェブの部分でどうにかなるんですよね。ただ制約の段においてはやはり対面になるケースが非常に多くてですね、コミュニケーション能力だったりとか、あと顧客の心理をどう読むかっていうことで、押し売りではなく先回りして、その方が本当に求めているものを理解して商品として提供する、ないしはサービスとしてお伝えするっていう、そのプロセスを踏めるか踏めないかっていうのがとても大きな要因になってくるんですね。それで最近特にですね、私の、サロンの方のメンバーのコンサルティングをさせていただいているメンバーですね、別に私が決めたわけじゃないんですけども、制約率を上げるための施策とかを非常に積極的にやってまして、この間の分科会というかその内部の、セミナーがあったんですけどね、そこのテーマが制約率を上げていくための体験会の組み立て方であったりとか、お問い合わせにどう対応していくかっていう、そういうお話をセミナーをさせていただいたんですけれども、その時に、こういうことを気をつけるといいよっていうコツを私の方でお伝えしたりとか、あとメンバーが上手にできている人が何気なくやってることとかで、多分それを聞いてできてない方とかいらっしゃったんですけれども、それを聞いたことによってそれをやればいいんだっていうのが分かってうまくいってる事例が報告が上がってきているので、今日はですね、その中の、特に、この3つが、体験会とかではあるといいなと思うポイントを今日はちょっと中心にお伝えしていきたいと思います。はい、まずですね、1つ目を話す前にごめんなさい、体験会はそもそも何のためにやるかということのそもそも論の方からお話をさせていただくんですけど、体験会は何のためにやるのでしょうか。はい、体験会そんなの、例えばその後ろにある本コースとかですね、例えば体験は1回でも本コース6回とか1年のコースがあるから、それに入会してもらいたくってお試しのレッスンに来てもらう、これが体験会なんじゃないのかというお話ですね。それは全然間違いではないです。体験っていうからには体験なわけで、体験じゃない本当のレッスンが後ろにあるから体験会っていうものがあるわけで、これまたちょっと組み方が間違えてる人とか、本当に体験させるだけさせて返してしまって、特にコンタクトも取らずに本当に終わりっていうタイプの方もいらっしゃるので、それはまず制約云々以前の問題で、ちゃんと体験会を開く意味っていうのを考えて開きましょうっていうところになってしまうんですけれども、その後ろのコースに入っていただきたいわけですよね。とするとですね、ともするとそのコースに入ってもらいたいがためにですね、その体験会ではそのコースの内容を一生懸命説明しようとするタイプの先生もいらっしゃいます。はい、そして、残念なことにですね、そのケースの方が制約率は低いです。もちろん説明をするだけですごい、もう本当に体験しに来てるだけだから、もうコースの説明ちゃんと聞けばそれで入っちゃうよっていうタイプの人も多いような、特殊なコースを持ってる先生にはこれは当てはまらない事例なんですけれども、大抵一生懸命説明しているケースはどういうふうな、参加している生徒さんが何を感じるかっていうとですね、なんか一生懸命説明されるとなんか押し売りされてるみたいに感じるケースが多いですね。そうするとその生徒さんが感じてるよっていうことを先生も感じてしまうんですよね。先生も感じてしまうとなんか押し売り私しちゃってるのかなと思うと、こう自分自身も嫌な気持ちになるし、それを聞いてる生徒さんも嫌な気持ちになっていくので、結果どうなるかっていうと契約しないという選択肢、今はしないのか嫌になっちゃったのか
保留にしたいのかは別として、そういう話になっていくケースが多いんですよね。ですから体験会っていうのは確かにコースとかね、そういうのには入ってもらいたいんですが、そこを中心に話しすぎると決まらないんですよ。じゃあ何を中心に話すのかということですね。これをまあお伝えしていくんですけれども、まずですね、自己紹介ですそこっていう声も聞こえてきそうなんですけど、まあ、まず私自身もそうなんですが、そういうまあセミナーとかですね、体験会もそうなんですけども、自己紹介、そうですね、長い時10分とか15分喋る時あります。まあ、どういう生い立ちで私が今ここに立っているのか、どんな仕事をしてきたのか、仕事に対してどういう思いを持っているのか、今ここにいるこのやっている仕事をどういうふうに捉えて考えているのかということをですね、中心にお話ししているのが、まあ、体験会だったりとか、あと私の場合は単発のイベントセミナーだったりとか、時間が許せばなんですけれども、いわゆる外部の本当に講演みたいなセミナーとか、そういう時とかもなるべく自己紹介の時間は長く取るようにしています。本末転倒になるほどは喋らないですよ講座が3時間の中で1時間喋るとか、それはねないんですけれども、自己開示ですね、自分自身ってこういう考え方をする人なんだよっていうことをやはりきちんと伝えるっていうのが、その後ですね、信頼関係を構築していく上ではとてもとても大事なところなので、その自己紹介が上手か上手くないかっていうのも非常に大きなポイントになりますね。じゃあどういう自己紹介が上手なのかっていうと、自分の自慢をすることが自己紹介ではないんですね。自分の自慢っていうのが、例えば私よく引き合いに出してしまってあれなんですけれども、例えばコルドンブルーとかですね、そちらの方の学校出てますとか、なんとかかんとかの学校でこういう資格取りました、何を取ってます、これ持ってます、あれ持ってますっていうのが自己紹介ではないんです。っていうか、むしろそれは別に言わなくてもいいっていう感じなんですけど、要は先生になってそこにいるっていうことを考えた時に、何のために自分は今先生になったのかとか、例えば何かすごい好きなものとか興味があったのであれば、もちろん全然その話で構わないです。先生ってそういう人なんだっていうのを、生徒さんが理解する。だから自分の生い立ちも生徒さんが興味を持つような生い立ちを中心に話をした方がいいですよね。はい、なので例えば私今コンサルタントをやってるわけなんですけれども、皆さんがじゃあ私のスキルに何を興味を持つかっていう話ですね。何を興味を持つかっていうと、要は参加者なし私の未来のクライアントさんが、自分が例えば教室をうまく活かせるために、今自分が例えば崖っぷちにいるとか、どん底にいるとか、どん底にいないけどもっと上に上がりたいとかっていう何か目標があるから、コンサルタントって探すはずなんですよね。基本的にはより売上を上げたいっていうのが一番シンプルな願いだと思うんですけれども、その売上を上げる手段をこの人、例えば私のことを見ていれば私なんですけど、この人は私にそういう提案をしてくれるんだろうか、そういうスキルは持ってるんだろうか、この人と私は相性が合うんだろうか、怖いとか、いろいろそういうことも検討するのが、体験会だったりセミナーなわけですよね。ですから、私は私がどういう人間であるか、どういうスキルを持っているのか、どういう考えで仕事をしているのかっていうのを当然伝えなくてはいけないわけです。で、限られた時間で、伝えなくてはいけないので、何かしらその私に興味を持ってセミナーに参加しているっていうことは、外向きの媒体で私が言っていることのどこかに響いているケースが多いわけですよね。で、じゃあどこに響いているのかっていうのは、私の、サロンというか私のサービスですね、コンサルティングサービスに入会した方に、なぜ私を選んでいるのでしょうかという話を、つどつど聞くわけなので、そこの中からおおよそこういう答えが見えてるっていうところを特に強調してお話しすることになります。例えば
私が選ばれている理由っていうのが、経営コンサルタントまず女性が少ないっていうところなので、女性で、経営数字のことも扱えるようなタイプの経営コンサルタントに話を聞いてもらいたかったっていうのが1点ある場合には、じゃあ私のスキル、裏付けするスキルは何なんですかって言ったら、会社員の時に、事業部長をやっていて、2つぐらいの会社の事業部長をやっていて、営業部長もやっていたっていうところで、当然数字は扱う状態になるわけなので、鹿の部下も育てながらやってましたっていう、ね、それが実績の裏付けになるので、そこを中心に私を見ている人にとってはそれはいいスキルだっていうふうに見えるわけですよね。で、例えばその他に、私はパン教室をやっていて、その教室のノウハウを教室集客ないしは、運営の先生のための手助けになるように、自分の教室のデータを全部取りながら試しながらトライをしてきたっていう経歴が6年間ありますので、そこが、ただ単に机上の空論で話をしているわけではなく、ちゃんと教室運営をやってきていると、しかも満席にしたりとか遠方から人が来るような教室を作ることができているということに対しての信頼感、教室を本当にやったことがあるっていう、ここは結構やっぱり女性から見ると大きいみたいですね。で、実際に私はパン教室だったので、確かにお料理、パンの人を筆頭にですね、お料理、お菓子とかの先生多いです。他の雑貨の方とかもいらっしゃいますけれども、そういったものが例えば運営っていう面でいうと数字はもちろん見ますけれども、時間管理の部分でいうと、レッスンの組み立て方の時間の内容とかですね、レシピを作るのに5日かかるとか言ったら、なぜ5日かかるんだとかね自分がそうじゃない作り方をしたことがあるからそれを伝えるっていうことができるとか、実地でそれができるっていうのを、伝えることができたりとかします。あとはデザインができるコンサルタントっていうのは女性的にはやっぱり嬉しいっていうのはよく言われます。特に教室規模が大きくって、生徒さん例えば1000人とか抱えてるようなタイプの有名な人気教師の先生とかは、やっぱり女性ならではの感性とかデザインとかにも非常にこだわる方が多いので、そういう話を男性コンサルタントと話して通じないような気がする、ないしは実際に話をして通じなかったことがあるということで、デザイン、私はインテリアコーディネーターとかをやっていたので、そのインテリアコーディネーターの実績とか、そういったものをですね、評価してくださる方とかも結構多かったりしたので、そこを期待して私のセミナーに来ている方っていうのがいらっしゃるとすると、当然自己紹介の経歴はその興味がある範疇で自己紹介をしていかなくてはいけないと思うんですね。ですから、自分の自己紹介はいくら生い立ちって言っても、皆さんがあまり興味がないような生い立ちじゃない、生い立ちじゃないことを喋ってもしょうがないですよね。その何が自分が求められてるかっていうことを中心に、生い立ちもやはりきちんとお話をしていくべきです。ただ、仕事だけの話だと硬くなってしまうので、織り交ぜながらがいいですね。自分の趣味とか、あとはなんか好きなものとか織り交ぜながら言っていくといいですよね。私の場合には例えばカメラとかもやってましたので、カメラ、クラシックカメラのロライフレックス二眼レフの話をしたりとかですね、あとは地味にですね、女性は占い系とかがやはり好きなので、カニ座大型とか、あとは、動物占いは狼ですとか、なんかそういうこうちょっと突っ込みたくなるようなネタを入れておくとですね、お昼休みとかにお話をされたりとかっていう時に、先生はカニ座なんですかとかね、あとは狼ですか、私は動物占いはコアラですとかね言われてみたりとか、なんかそういうこう共通のネタになるような、ちょっと砕けたネタも合わせながら、仕事の実績もあるよっていうことも見せながらしていく自己紹介なんで、やっぱ長くなっちゃいますよね。はい、だけれどもそれによって人間性とかっていうのを伝えていくことができるので、そういった自己紹介がまず一つポイントになります。自己開示、信頼していただくっていうことですね。で、2つ目です。参加者の興味にフォーカスする。要は参加者なんで参加してるかっていうのを事前に本当は知っとくといいですね。私は事前にアンケートを取っているんですけど、なぜこの講座に今回参加してみようと思ったんですか
というのを項目で設けてます。で、私の場合には集客の全般の設計を教えるワンデーセミナーっていうのを持っているんですけれども、そのワンデーセミナーっていうのはどういう方が対象かっていうと、何から集客、ウェブ集客を始めていいかわからない、 SNS をどう使っていいかわからない、集客がさっぱりうまくいかない、そういう、教師の先生に向けたセミナーなんですね。ですから当然悩みのところに書かれているのは、何からやっていいかさっぱりわからないって書いてる人も結構多いですし、今自分はこれができてるんだけれども、さらにプラスアルファこういうことをしてみたいと思っている時に、そのやり方がわからないから教えてほしいとかいうピンポイントの方とか、あとはですね、後半の方ですね、ここ 1,2 年多いのが、私のメルマガ読者さんとか、私のまあこういった YouTube ですね、 YouTube も 4,000本近く上げてますので、それを見て会いたい、話を生で聞いてみたい、直に聞いてみたいということでご参加される方とかもいらっしゃるので、まあそういう方は、その方にとっては私はアイドル化していることになるので、まあそれこそ逆にその仕事の話っていうよりは、それはたくさん動画を見ているので、プライベートでどういうことを考える人なのかっていうのを伝えてあげる方が多分嬉しかったりするんでしょうね。ただどんな気持ちで参加しているのかっていうのは当然事前に知っているので、それに合わせた回答を織り交ぜながらセミナーは展開していきます。その要は来たってことは解決して帰りたいわけですからね。それが解決できるような答えは用意して、かつまあ質問を引き出すっていうことですね。その当日そこにいる人たちがさらに聞きたいこととかは、こんなの聞けてラッキーみたいなぐらいまで私は全部答えていくっていうスタンスでやるタイプです。これは人によってスタンス違うのも知っています。例えば このセミナーではここまで話すけれども、本当の本ちゃんのことを知りたかったらこっちの後ろの本当のセミナーというかコースに来てねっていう話し方を意図的にしている方もいらっしゃるし、それは私は否定をしないし、それはそれでいいんじゃないですかっていう感じなんですけど、私はそこで聞きたいことは全て全部答えるっていうことにしています。だからその本ちゃんのコースで話す内容だろうが何だろうが、ここで全部伝えられるものは全部伝えていってます。で、その上でさらに深掘りした内容を聞きたい場合には、この後ろの方のコース、私とのコンサル契約を結んでいただくと、その個別のところでのもっと深い話っていうのはさらにできるので、どのみち1日で限られる話で隠すほどのものではない、言ってもさらにもっと深い話はいくらでもあるので、私のスタンスは全部聞かれたことは全部伝えるっていうのが私のスタンスなので、まあそれを聞きたいことを聞いていただくっていうことですね。ということはセミナー中ないしはその講座を展開している間で、その人たちが欲するもの、望むものは何なのかっていうことを、聞く質問力ですね、それがないと、難しいです。で、いや、それは高橋さんがコンサルタントだからできるんでしょうっていうふうに言う方いらっしゃるかもしれませんけど、これ教室の先生だったとしても一緒です。私パンでやってた時も、初回の時には自己紹介ちゃんとしっかりやるし、あと皆さんのねお話とか、皆さんにもちょっとだけ自己紹介1分ぐらい、皆さん苦手な方もいらっしゃるので、名前とどこから来てるのかっていうと、まあなんでこの講座来たのかっていうことぐらいはシェアしていただいて、であと流れの中でですね、パンの説明とかその講座の説明の中で不安に思ってることとか解消したかった悩みとか、まあ面白いネタとかね話とかを皆さんが喜ぶような話を、まあ、混ぜながら言ってるので、セミナーだろうが教室のレッスンだろうがこれ一緒ですね。だからポイントはお客様にお話をしてもらうように質問を触れるかとか、お客様にご自身が興味を持てるかっていう、これ3つ目のね大きなポイントなんですよね。だから1つ目は自己紹介ポイントです。次は、参加者が何を興味を持って、要は自分が叶えたいの望みとか願いがあるわけなので、そちらにフォーカスした内容を講座の中に入れ込みながら話せるかっていうことと、3つ目は後ろに控える本当の講座の案内よりも、今のお客様が何を持っててどういう気持ちでそこにいるのかっていう話を膨らませてあげて、いっぱい喋らせるっていうことですね。それをすると、まあ、満足度も上がりますし、
それ以上の後ろを聞きたくなるっていうことになるので、結果どういうことになるかっていうと、私が、まあ、コンサルの場合ですよ、私がじゃあ高橋さんのコンサルティングを受ける場合にはこの後どういう手続きを取ったらいいですかと、参加者から自然と言われる言葉が出てきます。じゃあこれは講座の場合どうだったかっていうと、内容は分かりました、通いたいです、通いたいですっていう話が先になります。そのためにどういう手続きを取ったらいいですかっていう質問が来ます。だから先に意思を伝えるのはお客様の方で、こちらがそんなに無理に言わなくても、来たくなった方は自分から言っていらっしゃるので、まあそれがいわゆる制約っていう状態になっていくので、ここ大きなポイントです。売ってないんですよ。あんまり細かく説明してないんです。だけれども、その会話の中から自分が望むものをこの先生は与えてくれるだろうということを確信すれば、あんまり細かいことを言わずに、はい、入る。だからむしろ概要かなんか分かるものは神ありますかとか、後で言われる場合とかありますからね。もう入るの決めちゃった状態でです。だからその感覚が分かるか分かんないかっていうのは、場数っていうのももちろんありますし、私の場合には場数があります。カウンターセールスもやってますし、リフォーム業とか建築業をやってた時には、反響営業といって、チラシで反響があった人、はい、トイレの見積もりとか、ガレージ直すから見積もりとかっていう人のところに訪ねていって、見積もりを作ってっていう、これをコミュニケーションないと無理ですよね。で、そういうものもやってたりとか、あとは大企業の社長さんと話をするための企画提案書を作って、社内のプレゼンテーション20人とか、部長とか、まあ、スタッフの方とかいらっしゃる前で、他社と競合他社と同時に4社5社のプレゼンをした状態でそれを採用してもらうっていうような、まあ、いろんなケースを体験しているので、個人教室の場合の個人の人と話をしていくっていうのは、大企業であろうと、ちっちゃい個人であろうと一緒で、ポイントは相手の話をよく聞くっていうことで提案をしていくっていう、まあ、ここがポイントになるかなと思っています。ですので、制約率ということにフォーカスした場合に、体験会でうまく決まっていかない先生っていうのは、逆にうまく決まっている先生ができていることができてないケースが多いので、どういうことをやっていったらいいのかっていうのを、もう一度3つポイントをまとめます。まず1つ目、自己紹介、自己開示で信頼を得るということ。2つ目、参加者が何のためにその講座に参加しているのかっていう興味に対してフォーカスをした内容を織り込みながら講座を作っていくこと。で、3つ目、本コースとして後ろに控える講座の案内よりも、その参加者の方たちが望むものとか、そういったものをきちんと話を聞いてあげる。これが、結構大事になってきますので、ご自身の体験会の運営ですね、それの一つのヒント、ないしは反省とかある方は反省をしていただく部分での参考にしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。